はじめまして。私の名前はミテセンテンと申します。言語から来ました。今20歳で、家族は独身で、家族は4人で、父と母と妹が一人と私で、趣味は旅行することと料理を作ることで、日本へ行ったらラーメンを食べてみたいんで、日本、私は将来の夢は飲食店を開きたいんで、日本で経験を積み、社会の役に立ちたいので、日本へ行きたいんで、そして日本人と一緒に働きたいので、日本へ行きたいんで、日本語の勉強は難しいですか？面白いで。日本にいたら仕事を一生懸命頑張います。どうぞよろしくお願いいたします。